よう。よう。ただいまーなんて誰もいないんだけどね。ん？手紙？なんでこんなところに？誰からだろう？え？団長？うわー、久しぶりー。なになに？ジャックさん、お元気ですか？ご無沙汰しております。ガンツです。あれから私はいろいろあってボイドで働くことになりました。お仲間のリンカさん、フラウさんのおかげで今ではどうにかこうにか。お仕事をこなせるようになりました。もっとも、たまには失敗もありますが、騎士だった頃とは全く違う生活ですが、充実した日々を送っています。そして騎士だった頃の自分を振り返る余裕も出てきました。ジャックさん、あなたと一緒にいる間、私はいつもビクビクしていました。いつ父たちの話をされるのかと。ご存知の通り、私の父は16年前あなたの父上を殺したとされ失踪しました。私はそんな父を憎んでいました。そのような悪評を残し、母と幼かった私を置いて一人姿を消した父を。ですが、今はなんとなくその時の父の気持ちが理解できるような気がします。ジャックさん、人間って不思議ですね。限られた命しか持たないのに、その限られた命の中で他人を愛することができるのですから。いえ、もしかすると限られた命しか持たないからこそ、その命の限り精一杯愛することができるのかもしれません。そして私の父もまたそんな人間の心を持っていたと。私は父に愛されていたと信じられるようになったのです。私はこれから旅に出ます。
どこか遠い旅に出ます。ジャックさんの戦いぶりを見ることはできませんが、あなたの前に父上の仇が現れた時、どうか強く戦い抜いてほしいと願います。たとえそれがガウェインという男であったとしても、友人としてあなたが見事に父上の仇を討たれることをお祈りしています。それではまたいつか。あなたの抱擁、ガンツローとシルト。強いな、団長。夏目殿、我々はいつまでここで見張っていればいいのでしょう。レナード、何度同じことを聞けば気が済むのですか。はあ、かれこれ24回目かと。分かっているならおやめなさい。我々はリドリー様を取り戻すまで決してここを離れないのです。取り戻すも何も、リドリー様が出てこないことには。それにここからじゃ手出しできないじゃないですか。じっと待つのです。もういっそのことを砦に切り込みましょうよね。俺はもういい加減待ちくたびれてやってられます。あリドリー様、夏目でございます。お父上の命により、リドリー様をお迎えに参上いたしました。我らと共に城にお戻りを。リドリー様？リドリー様！リドリー様！貴様ら、リドリー様に何をした！待って。たく、人間と来たら。うせろ！私たちには、お前たちに構ってる暇などないのだ。うるさい！リドリー様を返せ！ここは私に任せてもらおう。先に行け。頼む、ガウェイン。ガウェインだって？あなたはカリン王。そうだな、そういう呼び名もあった。なんてこった。リドリーを連れて行きたかったら私を倒すことだな。黙れ裏切り者。騎士の面汚し、私の剣のサビにしてくれる。レナード、続きなさい。おう。安心しろ、大した怪我ではない。まあしばらくは動けんだろうが。リドリーさ、
Ha!